森さん中でーす。今日は喋りたいということで出た。まあお話ししながら、はい、好きなものを食べつつ、はい、ゆっくり過ごしましょうか。じゃあ今日私のおすすめ、はい、ちょっとみんなで食べたいなというのは、結構成城石に行くと、うんうん、いつもこのモンブランロール1000円と消費税かなぐらい。そう、モンブランって高いもんね。そうなんだけど、うんうん、クリームもたっぷりでふわふわして美味しいの。いつも食べてるの？あの行くと買いたくなって家族で、ちょうどサイズもさ3人ぐらいだったら、すごいボリューミーだね。そうなの、重たそう。そうでも口当たりは軽いっていうか、そう美味しいから、ちょっとこれをみんなで食べたいのと、あとこのなんか豆せんべいが好きで、こういうのは、あうまそう、昔ながらの、ね、昔ながらのやつ、これをねちょっと久々に食べたくなったので持ってきました。ありがとうございます、はい、じゃあ私いきます、はい、梅ジュース作りました今年も。そう、梅も梅のそのジャム、ジャム作りました、うん、ちょっと結構食べちゃってるんですけど、あんま味噌見えないでしょ、うん、なんだろう、見えない、味噌みたいに見える。そうだね、めっちゃうまいから。へえ、それもシロップに一緒に入れてジュースするの？黒糖と一緒にこう、いきました、うん、これ美味しいんでぜひ。それをシロップの中に入れるの？一緒にそのジャム。そうそう、 で一緒にかき混ぜて食べるのよ。これがうまいことにを判明して。あ、そうなんだ、合わせ技ってことね。そう、めっちゃうまい、果肉入りでちょっと食べていただきたいなと。種も入ってますんで、うん、そしてもう一個は、うん、クラッカーとキリと、うんうん、これが、友達のヨリのお母さんが作ってくれたアンズジャム、うん、へぇ、ヨリは？ヨリは被災の初めて就職した先の友達。被災は同級生だもんね。被災は同級生、うん、で、ヨリは嵐のファン、あー、だから余計仲良く、うん、そしてビーファーストのファン、あで、いつもこう送ってくれるんだよ、うん、で、分けてもらって。うまいなよ、これが、甘さ控えめで。あー、いいね。これも一緒に送ってくれるんだよ。キリも、そう、これが美味しいんだよって鳥のお母さんにいただきました。はい、じゃ黒沢さんは、私、これ2本分紹介しちゃっていいの？1個だけ。じゃあ2本分持っちゃってるよ、もう置いちゃってる。どっち行く？じゃあ、今日私これにしよう。はい、この間行ってきたんで、うん、めんべい、これわかめせんべい、こっちの方が、1台の方がいいか。はい、これはですね、うんうん、あのめんべいあるじゃん、めんべいある、めんべいのご当地限定の、うん、宗像はわかめだって言ってたもんね。そう、言ってた、宗像の、うん、めんべいです。食べてみたい、わかめ、ね、うん、いただきます。はい、いただきます。ちょっとジュース飲んでみよう。これを一緒に飲むのがいいんだ。あ、一緒に飲むのがいい。うわ、うめえだ、梅だ、甘さよりも梅だね。梅、うん、さっぱりしてる。この種もうまいのよ、周りが。梅飲んでるだ、やっぱ梅好きはこれ、うん、うまい、おいしい。これ、エフも飲むの？めっちゃ飲む。へー、だからこれ、第1弾でしょ、うん、もう第2弾控えてんだよ。これさ、例えば梅漬けにするじゃん、シロップ漬けとか、うん、よく、うん、で、それをわざわざ梅を開けて、潰したりするの？うん、この前のやり方と一緒、カレーみたいにぐちゅ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 って水と砂糖で、うん、でもいいね、シロップはシロップで違うボトルに入れといてさ、うん、その方が瓶開くしさ、そう、また次行ける。なるほど、ムーミンが教えてくれた。ムーミンちどうなってっかな今。昨日も言ったけど、うん、ちょっとバザーがあって忙しくて、うん、あ、荒れてる、ちょっと荒れてる。あの、いろいろバザーがあるから開けたのか、いろんなものを。実行委員やってるから、ちょっと結構頑張ってる。いろいろこう、ムーミン実行委員やってんだね。PTA とかやるタイプだからね。前向きにいろいろやりましょうよって感じなんだね。そうそう、ありがたいよね。まだムーミンさんじゃバレてないの？あれが本人だって。だから知り合いの人はさ、うん、分かっちゃった、安心にさ、うん、小島さんって、うん、あの方ムーミンさんですよもしかしてって思ってたんだね。言わないでって。言わないでって。分かりましたっつって。もう喋ってたら分かりますね。やっぱりちょっとね、喋り方の癖がね、やっぱあるもんね。そうだね、そうだね、声加工してないからね、うん、そうか。でも元気そうで、元気なれるんですね、超元気。あー、あー、豆のせんべい、ムーさん好きそう。美味しいんだよ、このさ、ピーナッツと、うん、はい、あ、うまい、素朴な味だね。そう、いいよね、こればあちゃんがよくさ、ばあちゃん、うん、実家にあった、これあったでしょ、美味しいよね、うん、このボリボリしてね、そうそう、豆の食感とさ、これ、そら豆のやつも好きなんだよね。これにそら豆なんだ、ね、はい、ピーナッツじゃなくて、そら豆、うまい。キリ、いってみよう。母ちゃん、いただくよ。ね、よりよりのまま、うん、よりママ、いただきます。よりママ、いただきます。
は我々よりは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 我々よりは同い年よりは同い年なんだ。アシとムーサと同い年、42歳。どう？美味しいでしょ。美味しい。今ジャムが美味しい。ね。あ、美味しい、美味しい。これすごいな、組み合わせ。美味しい。美味しい。いくらでもいける。このクラッカーも美味しいね。うん、ね、これにさ、生ハムとか乗っけたらめっちゃ美味しい。やば。塩味と。やばいこと言ってる。やばいこと言ってる。黒沢さん好きだよね、これ。うん。このクリームチーズにクラッカーにメイプルシロップ好き。うわー、なんかどっかでやってたよね、それ。メイプルシロップよりちょっと酸味があるのもこれいいね、フルーティーでね、うんうんうん、よりままいただきます。これ美味しい。へえー、あー、うまいし、うん、まい、よりまま。いや、意外だとクリームチーズって食べちゃう。ああ、よりまま あるって、いいあるって。だからそんなんでいいのかっつって。本当だね。バンズだ。意外と食べちゃう。でしょ？だからいっぱいよそった話。いや、わかんないから多いんじゃないと思ったんだよ。ちょっと余ったらさ、これもさ、ジュースにしちゃうね。うんうん。これとさ、これでさ、混ぜちゃって。バンズジュースにするのもうまいね。あんたジュースね。バンズジュースね。うまいね。なんかいいね、うん、バランスが、あのみんなの持ってきたやつの違いが、うん、このクラッカーの塩気がいいね。うん、あんぞ塩気。あ、塩気食べよう。うんうん、麺べ。赤麺べ。麺べ食べるときでどうやって食べる派？割るか割らないか的な。うん。割る派。最初に食べる前に割る？割る。何回に割る？5個ぐらいに割れたらいいなと思う。ああ、わかる。5個だね。割らない。割らない派？うわぁ、そっか。もう開けてめっちゃいい匂いだね、わかめの。そっか、あのエビ、これエビでしょ。明太子と、うん、わかめなんだ。へぇ、麺べってそういうことか。だからちょっとピリ辛なのか。あ、うまい。おいしい。うん、麺べをちょい1回、うん、ここ2回、うん、うん、で、ここ大きいところ1回、うん、だから4分の 1? 私4分の1だと寂しいから、どっかに1箇所大きいの作っとこよ。うーん、だから今回はこれが大きい場所だね、うん、1回小さいので慣れさせて、うん、なんで慣れさすの？え、口の中をこの味だぞって慣れさすの。わかるかも、うん、ちょっとそんな分かる。慣れてきた時に一番大きめいくの、うん、へー、食感楽しみたいときね、うん、分かる分かる。わかめの旨味があって美味しい、うん、分かるの旨味。あれ、普通の麺べよりこっちの方が好きかも。あ、分かる。うん、うん、美味しい。美味しいね。ちょっとぬるっとする、気のせい、ね、わかめのね、わかめのね、うん、美味しいね、この食感が。食べ物やっぱ美味しいし、福岡は楽しかった。いいとこだった、海もあってね。鹿の島ね、うん、鹿の島美味しい。どうでしたか、久しぶりに家帰ってロケ、この間、長いロケ行って、うん、1週間近かったからね。大島さん、1回家帰ったけど、まあ、荒れてた。なんか、せんべいとか落ちてた。それは、犯人を問いただすの？問いたださない？問いださない、それは。昔は問いただした？いや、そんなことない。昔も、うん、もう、そんなことやってらんないの。もう、諦め？諦めてる。へぇ、もうやるしかないと思って、黙ってやって掃除するよ、ね、落ちてましたよ、とか言わない。言わない、言わない、うん、もう、ありがとうだよね。落としてくれてありがとう。F を見ててくれてありがとうだよ、うん、それで精一杯だもんな。やっぱ向こうも頑張ってんだなと思って。子供が落としたんじゃなくて旦那が落としてんだ。ゲットを私は持ってるんだよ。子供じゃなくて半々かな、うんうん、ムーさんちは。いや、うちもだから、うん、掃除に関しては別に完璧にはやってないと思うからさ、うん、自分も。あ、自分もそうだけど、うん、あー、お風呂きれいにしといてくれたらいいなと思ったから帰ったけど、どまあやっぱ毛溜まってるなみたいな。あー、あーやろみたいな感じはあったよね。取っといてくれなかったのと言わないんだ。で、掃除してくれるといいんだけどねってこう言って、うん、あ、やっとくやっとくって言ってたんだけど、うん、もうお互い疲れちゃって、うん、私がお風呂入るときにやっぱりまだあったから、あ、もうやっちゃおうと、うん、そうだね。そう、まあ、向こうもね大変だよ。いや、大変だと思う。ずっとね。そう、一緒にさ、ワンオペですから。そう、で、うちほら、お弁当も作んなきゃいけないからさ。うわ大変。旦那さん作ってくれてたんだ。うん、やってる。偉いね。そうそうそう、うん、だから、あんまりこう、何も言えないよね、それは。そうだね、大変だもん。
洗濯はやってたの？洗濯はやってるやってる、やっぱりね、たまるからね。あとプールが今始まってるからさ、絶対回さなきゃいけないのよ。ちゃんとそれも回してたんだ。回してる回してる、洗濯は。で、あとすぐ乾くからね、やっとけば意外と、もう昼ぐらいには乾いちゃうもんね、朝干したら、干したらね。そう、ブーは洗濯できないでしょ。ブーできない、できない。あ、そうなの？あ、できないけど、やるようになって、うん、私はそれ嫌なんだけど、うん、洗濯からの乾燥みたいな、うん、一連のやつ、うん、あれすげえ嫌なんだよ、私、うん、干したい、うん、干したい、別々に干したいし、うん、乾かしたいものが別にあるからさ、うん、外と中 で、うん、でそういうのやってたんだけど、前しょうがないと思ってやってたんだけどさ、うん、畳めないの、洋服をこうやって2つに折るだけなの。もしこれだったら、うん、こうやって2つにこうやってまとめるって畳んだってやってんの。へー、洗ったかどうか分かんないから、これ洗ったものって今から洗うものか洗ったものか分からないから確認してた全部洗ったって言ったもん大島さん鼻いいからね。そう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 、だから匂いで分かった、うん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 、あ、洗ってやると思って、うん、うちはさ、洋服屋さんだったからさ、もともとめちゃめちゃ綺麗に畳むのよ。そっか、逆にプレッシャー。そっか、わかるね。じゃあ畳まなきゃいけないなって思ってやってるから。やっぱシワとかに厳しいタイプ。厳しい厳しい。旦那。折り方とかさ、やっぱり形とかさ。まあそうだね。お店にね、こう出さなきゃいけない。そうそうそう。だからシャツとかさ、やっぱり肩周り結構出ちゃったりとかするじゃん。あとニットとかもそうなんだけど、太いやつでかけたいわけよ。うん、向こうは、うん。私は何でもいいじゃんと思う。ここがベロってなっちゃうからね。そう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 。これシワとか言われないの？あ、そうだよ、お前。もう。私が着てるものに関しては何にも言わない。自分のは気になる。そう、自分はそういう風に着たいから多分やるけど、別に人のことは言わない。へぇ、そうそう。ただ一回、もうすごい結婚した当初だけど、ハンガーってさ、ちょっとこう丸みがあるやつもあるじゃん。あの、肩がちょっと決まってるっていうかさ、ちょっと間違えて前と後ろにかけちゃったの、そしたらちょっとこう、逆が丸くなっちゃう。それはすごい注意された。へー、逆にかけるのは考えられないみたいな。考えられない、うん、みたいな感じ。あ、職業だからねみたいな。そう、こっちも急いでさ、パパってこう干したからさ。それ旦那の服だったの？そうなの。あ、それは怒られる。そう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 、だから自分のだったらいいけどね。そうそう、旦那どんな弁当作ってったの、子供に？あ、でもね、オムライスとか、うん、すごい、えらい作ってるかな、うん、絶対さ、ご飯の時さ、夜さ、ロケ先でさ、みんなさ、うん、娘と喋った時にさ、うん、何食べてんのって言ったらさ、トマトクリームのグラタン食べてたよ、うん、すごい、家で。なんかあと、うん、すごい料理を作るのが好きになってきて、うん、1時間半ぐらいかけて自分でグラタン作ったりとか、それを見守ってんのがすごいなと思っちゃったんですよ、うん、私だったら、うん、もういいよいいよやるからってこう言いたくなっちゃうんだけど、娘がやりたいって、やりたいから、うん、作らせてんの。そう、偉い、すごくない？それ素晴らしい。娘がやりたいからそれを見てんだ。そう、多分できなかったら手伝ったりはしてると思うけど、1時間半もかけて、いや、私はちょっとなかなか余裕がある時じゃないと見守れないじゃないか。時間とね、それはすごいなと思っちゃった。腹減っちゃうしね。ほうほう、そうか、偉い。えんあ、えんそうだ、娘のモノマネね。いや、言ってた。そうだよ、うん、そうだよ、うふふふ、ほんと、ほんとにそうだったね。ほんと、ほんとにそうだった。あ、ほんと、うん、だってね、ほんと、ほんとに、あ、そうだった。あれ、こんな喋り方だっけと思った。なんか子役みたいなのか、あれ、俺って思って、そう、うん、うん、そうだよ、楽しいよって言ってて、あんまり聞こえなかったのかな。なんだろう、いつもそんな喋り方どうしたんだろうと思った。ほんと、あの、気を使ってくれる。そうそうそう、気使ってた。ありがとうって、次誰々に変わるよ、うん、ありがとうでもそうそう、うん、あのほらみんなさ、うん、席が近かった人にさ、うんうん、電話回してさ、うん、聞いてもらってたじゃん、お話を、うんうんうん、で帰ってから、うんうん、みんなとお話できて嬉しかったって言ってて、ああ、よかった、で、ああ、よかったねって言って、あの、みんな席が近かった人に、うん、あの、回して、あの、喋ってたんだよって言って、うん、そうだったんだって、うん、おかずと、やっこちゃんはいたのってちゃんと喋ってない人が、分かってたんだ。そうそうそう、気になってたみたいで、いや、いたんだけど、席が遠かったから、ちょっとあれだったんだよって言って、うん、変わらなかったんだけどって、すごいすごい、そうそうそう、気にしてた、そっか、いたんだね、うん、ちゃんといて、いるよ。すごかったよね、あれ、うん、ハキ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 した子供ね、憧れてんのかもしれない。
テレビめっちゃ好きだもんね。そうだね、憧れてるっぽい、あ、食リポみたいな。へー、うん、YouTube 前はやりたいって言ってたもんな。うん、でも意外とちゃんとしたこと言ってんだよね。すごい、うん、何歳の時かな、時くらいからちゃんとあのなんだっけ、もずくとか食べてるしね、綺麗に。もずくすごい好きなんだよね。もずく大好物。あんな小さい人が綺麗にもずく食べてるの初めて見たよ。もずくね、2歳ぐらいの時だもんね。うん、綺麗に食べるの、こぼさずに。あ、でもね、食べ方はすごい言われてたかも。あの友達とかと一緒にご飯連れてってたんだけど、うんうん、あんなに綺麗に食べる子いないね。すごい。で、うん、友達がひろみちゃんとかね、あの自分が子供できてその食べさせたりとかするじゃん。その時に、うん、つーちゃんみたいに食べると思ったら食べないからびっくりしたって。あ、だからこう口からこぼさないし基本、うん、ほとんど。でちょっとでもついたら、あ、そうそうそう、結構自分で拭いたりとかしてて、ちっちゃいのに拭くのこうやって。すごい。そうそうそう、いやなんだここ、うまかったかも、あの食べるのが、ね、うん、あ、いいねそれ、楽だった。だからこんな子いるじゃんね、大変だもんね結構ね、横で見てないとね、うん、すごいね、食に興味があるから不思議だね、うん、遺伝子かもこれは、食べ物好きだからね、うん、むさん遺伝子レベルだと思うよ。